どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きの絵を描いてます。今日はですね、ちょっと説明が難しいんですけど、ノートってあるじゃないですか。僕もやってる、ブログとか書いてるノート、そのノートがやってる創作大賞っていう賞があって、それの授賞式に来ております。なんで来てるかというと、これ説明がな難しいんですけど、僕ずっと小説書きたかったんですよ。なんか漫画の原作者やってて、書きたい漫画、作りたい物語のなんかネタはたくさんあるんですけど、やっぱりその漫画原作者ってそのネームまで書かないといけないから、なんか一度にたくさん量産できないっていうのが悩みで、文字源だったら結構たくさん作品作れるなと思ってて、だからずっと文字源の力を鍛えたいなと思ったんですよ。で、まあ文字源の究極ってやっぱ小説じゃないですか。だからずっと小説書きたいなって、書けるようになりたいなって思ったんですよ。で、まあ、ちょっとこれ何の話だよっていうのが多分まだ分かんないと思うんで、それで、まあ、小説書きたい、でもなんかまあちょっとね、おごりかもしれないけど、その一応その、まあ、漫画書いてて一応知ってもらえてるので、なんか僕が小説書きたいって言っちゃうと、まあ多分それだけでなんかちょっと話聞いてくれる出版社は多分あると思うんですけど、なんかそれで小説書かせてもらうのやっぱ違うなと思って、なんか漫画家としてもやってるからとか、そういうなんかひいきとかされずに作ったものだけで評価してほしいなと思って、そういうのどうしたらいいんだろうと思ったんですよね。で、名前を変えて創作大賞に出しました。で、それが受賞しました。で、それが、受賞した後に、これカッピーだろってバレました。ね、受賞するつもりで書いたから、あれいろいろ想定はしてたんですけど、どこで、まあ、言うのかっていう、どこで実は漫画も書いててカッピーという名前でっていうのをどこで言おうか悩んでたんですけど、賞金10万円の振り込み先教えてくれって言われて、そこで普通に自分の会社の口座を教えたら速攻バレました。まあそりゃそうっすよね。別にね、ノートと取引してるから分かってる。まあ某出版社の人とノートの人とまあ相談して、これどうしましょうっつってな、結局その本出すまで、別に本出しても俺は別になんかその出した名前で、ノートに投稿した名前で本出せればいいと思ってるんで、別になんかまあ最後まで言わなくてもいいって言ったんですけど、まあちょっといろいろ相談した結果、まあよくわかんないから名前出せばっていう、なんかなんで名前変えたのかよくわかんないし、別に隠すことでもないし言いましょうっていうことになって、まあじゃあ多分カッピーって名前で小説出すことになるんですけど、まあそういうちょっと謎というか、嬉しい気持ちもあるし、でもそれよりもなんかわかんないけどすげえ恥ずかしい気持ちで来てます。はい、だからまあちょっと、とりあえず授賞式に行ってこようと思います。キムシという名前で、作品を投稿しました。キムシっていうのは実は植物の名前で、花言葉が嘘っていう名前なんですね。で、2つ嘘があって、まずその作品の内容、天才キッズ動画配信者っていう、その本人が書いてるっていうのが、まあ叙述トリックというか嘘だったんですけど、っていう作品内で完結してるんですけど、もう一個嘘があって、僕、漫画家で、カッピーっていう名前で活動しておりまして、ケイクスさんでも左利きのエレンっていう作品を、連載してます。なので、そこも嘘だったっていう、2つ嘘があったんですけど、なんでこんなことをしたかというと、すいません、ちょっと弁明させてください。漫画原作者として次のステップに行くために、なんか小説、文章力をつけたいなと思って、で小説を書けるようになりたい、上手くなりたいと思って、今年は小説を出そうって決めたんですよ。でもまあちょっとおごりかもしれないですけど、その漫画家が小説書きたいって言ったら多分面白がってくれちゃう出版社さんとかがいると思うんで、まあでもそれって違うなと思ったんですよね。でそれでなんかちょっとまあ
自分の今の名前を使ってそういうチャンスを不当に得るのもどうかなと思って、今回全く名前を出さずに、作品を出すというのをチャレンジしました。で、ずっと隠して本出すまで隠し通そうというか、まあ、別に最後まで言わなくていいやと思ってたんですけど、ちょっと途中でバレちゃって、なんでかっていうと賞金の振込先を自分の口座伝えたらこれカッピーの口座じゃんってなって、速攻でバレるっていう全く爪の甘い人なんで、まあ、犯罪には向いてないなと思いました。なので、もう一個ちょっと弁明があって、内容自信あるし多分賞を取るだろうなと思ったんですけど、ただ、まあ、審査員は多分全作品見るんで、まあ、正当に評価してもらえるかなと思ったんですけど、作りたてのアカウントで投稿したんで全く PV がつかなかったんで、ちょっと恥ずかしいんですけど、自分でツイートしました。なので、そこはちょっとずるかったなと思って、名前を隠して最後までやれたらかっこよかったんですけど、自分でツイートしてこれなんかめっちゃ面白いんだけどってツイートしたんで、そこだけめちゃくちゃ恥ずかしくて、こんな場でそれを白状させられたという、ので罰は受けたんでご勘弁ください。なのでちょっと新人小説家として、頑張って本出せるぐらいの内容に、ここからダイヤモンドシャンさんとブラッシュアップしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。樋口さん、改めカッピーさん、ありがとうございます。